海シダは極秘動物門海立な海シダ木に所属する動物の総称である。羽のような枝を多数持った植物のような姿の動物である。生きた化石として紹介されることもある。海シダ類は多数の腕を中心の体から臨性状に伸ばし、根のような形の枝で他のものにしがみついている動物である。羽のような腕を広げる姿は 確かにシダ類に似ている。海ゆり砂の動物の基本的な姿は、ちょうど一輪だけ花をつけたゆりを想像するとそのままで、ある。長い茎があり、その基部に、固着のための根のようなものがある。花に当たるのは本体である、学部と、そこから臨生状に出る腕である。海シダはこの学部から下を切り離した形をしており、別名をブクキウ海ゆり類とも言われる。 海ユリ類が基本的に固着性であるのに比べ、海シダは移動が可能で、種によっては腕を動かして活発に遊泳することもできる。極秘動物で遊泳の可能なのは、この類とごく一部の深海産の生子だけである。海ユリ類は古生代カンブリア期中期からの長い歴史を持ち、それに対して柄を持たない海シダ類は三条期末に出現したものである。 海ユリ類はかつては非常に豊富であったが、現在では深海にしか見られず、現在の海で広く普通に見られるのは、海シダ類だけである。種数においても、現生の海リズナの大半は海シダである。それらはすべて、海シダ目にまとめられている。日傘ミシダの口番左の星模様が口と、植溝右の濃色の突出部が、肛門本体はほぼ円錐形の額部からなる。 額部の上面はほぼ扁平な口盤となっており、その中に口と肛門がある。口はほぼ平らな面にあり、これを中心に不対胞が配置する。不対胞、または触胞は、口の周りでは五本であるが、枝分かれしてそれぞれ腕につながる。肛門は、口の横、不対胞の間にあり、口盤の面から上に突き出しているのでよく目立つ。日傘うみしの裏面。 巻枝などを示す、学部の仮面は、中央が下に突き出し、その中心には、中勢板となっており、その周りに、臨静状に、巻枝が並ぶ。巻枝は短い腕のようなもので、関節に分かれ、巻くように動く。海ゆり類ではこれは上向きになっているが、海下では下向きに伸びて、下向き中央側に巻き込むことができる。周辺部には、腕の骨盤が並ぶ。 腕は、基部では5本であるが、学周辺に向かって分子して10本、あるいはそれ以上になる。その分子の様子は、学の仮面では、骨盤の配置で、口盤側では、不対抗で確認できる。腕は細長く、表面は骨盤に包まれ、多数の関節を持っている。腕からはさらに細い枝が、両側に出て、これを羽根枝と呼ぶ。にも多数の関節があり、 内向きに巻くように動かせる。羽枝はほぼ腕全体から出るため、全体としては、鳥の羽や、細長いシダの葉のような姿となる。腕も羽枝も内側に巻き込むことができる。口から伸びる。二位校は、腕の上面中央を、腕の先まで走り、ここには、感情の観測が並ぶ。観測は、吸盤状ではなく、触覚と呼吸、それに、 排泄の役割を持つ。不体抗にはまた専門があり、ここでデトリタスなどを口まで運んで食物とする。腕の数は、基本の腕の数の5なので、少なくとも5本の腕を持つ理屈であるが、5本しか持たない例は少なく、ほとんどが少なくとも1回に差分子した10本か、あるいはさらに分子してより多くになり、100本に達する例もある。分子は、 基本的に額の部分で生じて腕が有利してからは分子しない。なお腕の基部にある羽根枝はより大きく発達しこれは口盤を保護する。額内部は広く対抗となっておりそれは対抗感として腕の先まで伸びている。消化管は口と肛門が共に口盤に開くので額の内部の対抗内で U 字型となるが実際にはそこで巻いており 三周ほど膜例もある。構造的には比較的単純な形をしている。神経系は口の下に感情の口下側神経管があり、そこから各案に放射神経が伸びる。また、中背板から腕に続く腕板と呼ばれる骨片には腕板神経が伸びる。循環系としては水管系があり、 神経より内側で神経に並走するように、感情水管と放射水管がある。一般には、不活発な動物であり、海底の岩や、サンゴなどの上に、薪枝でしがみつき、腕を広げて、デトリタスなどを集めて食べる。腕や羽枝の表面の観測でそれらを集め、不対抗の洗毛の流れで口まで運ぶが、時折は触手を巻き込んで、口のそばまで運ぶのも見られる。 巻枝は基板にしがみついているだけなので、これを離せば移動が可能である。巻枝を使って、張ったり、腕を伸ばしてたぐるように張うこともある。腕を羽ばたくように動かして泳ぐことができる種もある。ただし常に泳いでいるようなものはない。流れもについて移動する例は知られている。海下の腕は、折れやすく、刺激を受けると地ぎれすることもある。 寄生ないし強制する生物もある。水口虫やレれビなどがその腕の間などに住みつく例がある。私有遺体であり、体外受精を行う。生殖層は腕全体に伸び、羽枝の表面から放卵と縫製が行われる。これらは年間の特定の日の特定の時刻に行われるという風になっている。その際、 切り離した腕を実験室の水槽に入れておいても同じタイミングで放乱縫製が見られるという。初期の妖精はドリオラリアといい、楕円形の体の上端に潜毛群を持ち、体の途中に5つの感情の潜毛体を持つ。この妖精は数日間の浮遊期間の後に上端で海底の器物に固着し、シスチジアン妖精から、 ペンタクリノイド陽性へと進む。これは柄があって、海よりに近い形で、ここから柄を切り捨てるようにして、生体の形となる。一部では直接発生をする、もの腕に保育装置を持つものが知られている。ドリオラリアは、卵黄依存で、骨盤元気ができると頭端の付着器により、気質に付着する。この付着したものがシスチジアンであり、口をチ,チーヌのを持ち、 そこで口及び触手が形作られる。やがて語方向に改列し、極秘動物特有の語放射総称の形態となる。続いて、付着部から茎が伸び、口の周囲に10本の腕が伸長して、ペンタクリの移動となる。シスチジアンペンタクリの移動の期間中は移動ができないが、ウミシダの場合は成長すると茎の部位と本体の間にアポトーシスが起こり、 茎から切り離されて自由生活に入る。世界の海に広く分布するが、熱帯地方に多い。深海に生息するものも浅い海域に住むものもあり、一部は超過帯や潮だまりでも観察される。なお、海ゆりずまで浅い海域に見られるのはこの類だけである。日本付近で海岸の超寒帯でも比較的よく見ることができる種としては、 大型のものでは、大海ダ、トライピオメトラアフラマクロディスカス、日本海ダオキシコマンサスジャポニカス、小型のものでは、トラフ海舎デカミトラタイグリーナ、ヒガサシダランプラメトラパルマータなどがある。外洋性の海岸に見られることが多い。ウミユリズナは、極秘動物の中でも、特に古い系統のものであり、原始的な特徴を留めるものと考えられている。 海ダ類はその柄を切り離すことで自由に移動できるようになったものと考えられ、これはその発生からも見て取れるところである。化石では、海売り類が古生代初期に遡るのに対して、海ダは中生代以降から知られる。直接的な利害はない。その姿が美しいので水族館での展示や、熱帯魚店で鑑賞用に販売されることがある。 水質に敏感な種が多く、植生の関係もあり、飼育は難しいとされる。海ダ類はすべて海ダ目にところ属し、ここに海リズナの原生種の大半が含まれる。世界に550ほどの種があり、2ア目14かほどに分ける。日本では100種ほどが知られる。広中区ア目のものが古い形態を残しているとされる。いかに、 日本産のものを中心に分類体系の例を示す。こまっちりだ海しだめ、動画、海しだ、温暖化する未来の海の王者に、奇妙な姿の、生きた化石。海が高温になっても生き残るのはなぜナショナルジオグラフィック日本版公式サイト福田、P418 福田、P439。ありがとうございます。